こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか夜っぽい声ですね。はい。ピンをしていたところでございます。はい、ありがとうございます。はい、あ、明けましておめでとうございますね。あ、ね、そうですね。明けましておめでとうございます。どうぞ今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。はい。今日はあれなんか高々さん大人っぽい感じですね。あ、夜の声にしてる。夜の声にしてる、うん、なるほど、いいですね。なんか昨日かな、服部さんとのフェイスブックライブ見ましたよ。ああ、そうなんですか、ありがとうございます、うん、はい、え、今度やりましょうよ、僕とも。ああ、ぜひぜひお願いします。ビジネスの感じな、ビジネスな感じな感じですか、はい、え、金杉さんとかだったら何がいいですかね、テーマね。2人で話すんだったら目標の立て方とかそういう感じ。ああ、新年とかだからいいかもしれないですね。最近なんかロードマップってどうやって作るの、はい、っていうのをやってるんですよね、 あちこちで。ああ、なるほどなるほど。どういうふうに答えてるんですか、うん、どういうふうに作るのっていうのを一言で言うとどんな感じでやってるんですか、ロードマップは。あ、ゲームとして考えてロードマップを作るっていうのが一番わかりやすい説明ですね。あ、確かに確かに、わかりやすい。面クリ型、ステージクリア型。いいですね、いいですね、うん、楽しい感じ。わかりやすいでしょ。うん、わかりやすい、わかりやすい、はい。ああ、でも確かに目標の立て方は人によってアプローチが違うから面白いかもしれないですね。そうなんです、そうなんです、うん、いいですね、やりましょうやりましょう、やりましょうやりましょう、やったありがとうございます、ありがとうございます。はい、今日のお話、うん、楽しみにしていました。そうですね、まあ、うん、お話しいただいてから、まあね、1月11日で1並び3つっていうのが何かね、うん、はい、ご縁があるのかなって思うのと、うん、割と新年の、ね、早いうちのところで、お話しさせていただくっていうことで、はい、何をテーマにしようかなということで、あちらのフェイスブックの方には、ね、書いたんですけど、今まで多分話したことがない話を、いいですね、ちょっと夜だし、うん、夜だし夜だしっていう話をちょっとしようかなとは思ってますけど、本当に、新年初なんですよ今日が、モノログは。あ、そうなんです、ごめんなさい、第一弾なんです。あ、はい、第一弾でしたか、どうしよう、めちゃめちゃ明るい話でもないかもしれないけど、大丈夫かな。全然もうどっちに転んでも大丈夫なんで、で転ぶっていう言い方もあれですけど、そうですね、最後の方では一応こう、はい、なんていうのかな、うん、そうだよね、うん、人生そうだよねっていうところで落ち着くんですけど、途中は結構ね、はい、うん、人によってはやばいかもしれない。行きましょうどこまでも大丈夫ですかね、はいはい、ちなみにこれ前かっちゃんの一回聞いてたんですけど、うん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 、かっちゃんって一回11時の段階で金杉さんを上に上げて、そんでまた続きまた30分喋ってって感じだったんですけど、確かそうでしたね。あの雰囲気がいいですか、一回途中で。いや、もうね、お任せしてるんです。あ、なるほど、はい、和田博美さんとかは60分話してパッと終わっちゃいましたし、はい、あ、そうなんですね、はい、歌う方もいらっしゃいますし、ね、セミナー的なことをやられる方もいらっしゃいますし、反省振り返る人もいるし、あ、なるほど、そうですね、泣く人もいますし、うん、そうですね。ちなみに金杉さんはこのモノログっていうのをやろうと思ったきっかけっていうのは、はい、やっぱりそういうモノローグっていうところから、ね、そうです、モノローグなんですけど、うん、僕がね一人でやってたんですよ、うんうんうん、実は。あ、それ最初見たことあります、うん、そう、それで、あ、これなんかクラハンの新しいスタイルになるんじゃないのかななんて思って、で僕ができるんだからいろんな人にやってもらった方がすごく楽しいルームになると、濃いルームになるぞと思って。あ、そうですね、夜のこの時間ですからね。そうなんですよ、ちゃんといっぱいくださってて、わー、ありがとうございます。トヨコさんとかが来てる、みんなのアイコンがとか言って、まゆみさん1111とか言って言って、ポッキーの日とか、うん、堀部ちゃんとか、いつもイメージのメンバーが多いですね、はい、藤田さんとかもありがとうございます。やっぱり夜の10時ってね、うんうん、遅い時間いいですよ、結構クラブハウス。ああ、そうね、夜はね、仕事的にあれをやっちゃってるんですよ、割とサイト作るか、うんうん、まあ、今だとちょうどまた本の執筆始めてるので、うんうんうん、本書くと、はい、そこに集中したいんですよね。
だからクラブハウスも心を惹かれるんだけど、なるほど、うん、クラブハウスを聞くのは多分耳こっちで目こっちでって3つぐらい重ねるときにやるのはいいんですけどね。そうだからいいルームの時には結局その手を止めて聞かないといけないから、なるほどな、うん、結構真剣モードなんですよ。ほとんどのあれですよ、あの定期ルームって遅い時間は9時スタートが一番遅い時間で、ね、そうなんですよ、10時スタートってないんですよね。あーそっかそっか、確かに確かに、はい、でもなんか皆さんねこんなまったりして聞いていただいて、はい、ね、明けましておめでとうございますって、香里さんもありがとうございますとか言って、あ、清川さんも来てくれてる、さすがですね、拾いますね、ちゃんと丸にゃんだらけ、丸にゃんだらけとかにゃんこがいっぱい、うん、確かにこのにゃんこは、はい、何なんだちなみに、え、何なの、これ私のにゃんこじゃないよね、これ何のにゃんこなの、何のにゃんこ、タマにゃん、あ、サボニャンですね、あ、サボニャンか、あ、そうですよね、サボニャンっぽい、なんか割となんか優しげな印象だから、うん、サボニャンコですね、多分おそらく、そうでしたか、はい、光弘さん、戸田光弘さんと千代さんが確かルームを、うん、あのやっていたような、あ、そうですね、あ、サボニャンですって書いてある、戸田にはサボニャンとか書いてある、はい、え、僕もスギニャン書いてもらってあるんですよ、あ、そう、私もそういえばタカニャンなんか書いてもらったような気がするけど、そあれ画像データとしてもらえる、あれどっちだったかな、なんか漫画で確かにフェイスブックでは見たけど、あれデータとしてもらってないか、はい、私が切り取って使っていいのかな、分かんないけど後で聞いてみよう、戸田さん後で教えてください、うん、そのまんま来たにゃーって大丈夫ですかね、カオスな多分戸田ルームと今のから私が話すルームのギャップまあまあ大きいかもしれないですけど、全くね全く、はい、もうこれから先はタカタカさんのタイムですから、タカタカタイムですか、タカタカタイムですから、はい、はい、好きなようにタカタカタイムをさせていただきます、うん、はい、え、あの僕下にいますので、分かりました、はい、なんか適当に、うん、てあの適度に呼んでいただければ上がります、はい、適度に適度に、はい、もうそろそろ終わろうかなみたいな感じになってきたら、はい、了解です、はい、分かりました、はい、はい、ありがとうございます、どうぞよろしくお願いします、よろしくお願いします、あ、これって自分で下がれるんだ、私は下げなくても下がれるんですね、あ、本当だ、下がれるんですね、はい、わかりました、はい、それではあの本日お集まりの皆さん、何か今聞いたら新年一発目だったっていうことで今更気づいて、はい、すいません、明けましておめでとうございます、そして、栄えある新年一発目のモノログのルーム、タカコしゃべり人が一人語りやらせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。一応あの夜のトーンに合わせて少し静かめのしっとりめの声で喋ってます、あの朝のね耳みじん時には結構弾ける元気さの声でお話ししているんですけども、適度にですね、まあ、一人語りなんで物語ストーリーを語るっていうこともあるので、そうだな、ちょっとこう落ち着いたトーンにあのさせていただいておりますので、新しい高子をまた発見していただければと思います、はい、で、今日じゃあ何をあの話そうかなっていうことで思って、あの Facebook の方にはね少し書かせていただいたんですけど、最近あの私、まあ、いろんなところでお話をするきっかけをいただくようになったせいもあると思うんですが、高子さんは昔からそういう考え方をする人だったんですか、まあ、そういうっていうのは非常識的な考え方なんですけれども、そういう考え方をする人だったんですかってよく聞かれることが増えてきたんですよ。で、まあ、簡単に答えると、まあ、いろいろね、幼少期貧しかったからとか、そういうのがあって不自由だったしとかっていうことから、まあ、非常識とか自由とかっていうキーワードでそちらをね生きてきたんだけれどもっていうお話をさせていただくこと多いんですけど、それってめちゃめちゃ端折った話なんですよあのそこに至るまでには当然いろんな、経緯と流れがあって、で、まあ、私がそういうふうに生きてきたっていう話を聞くと、そうだな、誰でも人生ってどういうふうにでも自分次第で変えられるっていう勇気に変えられるんじゃないかなと思って、まあ、それで今日はご縁もいただいたし、ちょうどタイミング的にも若干途中ねドロドロした話が入ります。
だから私が外で普段喋ってるような話じゃない話とか、もしかしたら、タクコさんそういう人だったの、ちょっととか思う人ももしや出てくるぐらい残念な話も出てくるかもしれません。だけれども、それをすべて消化した状態で今の状態があるので、だから過去を淡々と語れるっていう状態になるので、今日は久しぶりに自分にとっても過去の旅をちょっとなぞるようにしてみようかなっていうふうに思っているので、時間配分はまあまあ考えてはいるんですけれども、ちょっと どこのボリュームをどれぐらいになるのかがちょっと今、想像がつかないんですけど、ね、お付き合いいただければというふうに思ってます。で、私 の肩書きで非常識、飛ぶ常識っていう言葉を使って肩書きを持っているんですけれども、非常識の意味は、常識を飛び越えるっていう意味で、既成概念にとらわれないっていう、新しい視点からの常識を自分で作っていくっていう意味があって、ならずの方のね、否定するっていうか非常口の非っていう方だと、ちょっとネガティブな印象があるので、ポジティブな言葉で常識を超えたいなと思って、造語で私が作った造語が非常識で、自分なり気にもいいなと思って使っていて、で、いよいよ本もたくさん書くようになってきたので、これはそろそろ商標登録しようかなと思って、昨年の12月に今取れたんで、名実ともに非常識な人になれてるんですけれども、この非常識っていうのは、一言で言うと、どういうものが思想のもとに入ってるかっていうと、自由っていう言葉は私の半生とか、人生を語る上で絶対に外せない言葉なんですよね。自由っていう言葉は、で、自由の逆っていうのが不自由、不っていう、打ち消しの言葉が入って不自由があって、で、私のそうですね、半生のどこまでかな、20歳ぐらいまでは不自由な人生でしたね。そこからあと、社会人になって、会社員になってからは、お金っていうものがつきまとってくるので、ある程度お金で解決できる部分の話っていうのは多かったりするので、自由の方に偏っていって、40代で自営業、42で自営を起こしてるんですけれども、そこからさらに自由度が増して、今53で今年54になりますけれども、50になったらもう超楽しい、自由キラキラみたいな、年を取るごとにいい人生になってきてるなっていうのは振り返っているんですよ。で、普段キラキラしてる、何でも楽しくできていてっていう私を知っている人は、当然影の部分は知らないわけで、その影が出だしの20年、ここが主に私の影の部分になります。いわゆる不自由の不がつく方の自由、不自由な時代で、そこから自由な時代っていう。で、人の人生も、いろんなものもそうだと思うんですけれども、表裏一体っていう言葉があるように、表があれば裏があって、裏があれば表がある。そして、陰陽っていう言葉もあるように、影と光っていうものは対になるもので、影があるから光が輝くっていう、影が濃ければ濃いほど光は明るいっていう、そういう法則とかもあるんだと思うんですよね。なので、私、コンサルティングの方針も、右脳と左脳と両方を使って、右脳型の方は主にデザインとかスピリチュアルの領域を使ってコンサルするし、左脳の方はもう数字とマーケティングバリバリの脳を使ってやるので、両方同時に使ってやっていくっていうのが私の一つの特徴になってるんですけど、全てが必ず対になってるっていう感覚が私の中にあって、それが半生が不自由でその後が自由になってるからっていう対になってるし、陰と陽っていうこともあるんですけどね。だから、性格的にも、情熱とあと冷静を同時に合わせ持つ形で動いているんですよね。情熱がものすごい情熱っていうところを皆さんにどれぐらい見えてるかわからないんですけれども、情熱的なところはものすごい情熱があります。
それも外に出している時もあるし、で冷静な部分は恐ろしいほど冷静な、まあ、冷たいっていう部分とかもあるのと両方持ち合わせて、まあ、それで私の一つの私で、まあ、そのシーンと場面に合わせて見える顔がそちらになったりこちらになったりってするんですけれども、コンサルタントとしての領域をやっていくときには2つの顔を両方使いながらやっているし、で人生もそういう人生を生きてきているから、2つある 両面があるっていうのが一つの私の人生のテーマになっているので、その基軸っていうのがやっぱ自由っていうのと不自由、これがテーマになってるなっていうふうに思ってます。で自由が私のもう人生のモットーになるので、会社名とかのお話もちょびっとさせていただくと、あのリブラクリエーションっていうのが法人の名前なんですが、まあ、もともとリブラっていう言葉は後で知ったんですけど、なんか天秤座っていう意味があったらしくって、それはなんか後でね、あのリブラクリエーションっていう綴りをごめんなさい、人にお伝えするときにリブラっていうのはって綴りを言ったら、あ、天秤座生まれなんですかって言われて、いやいや違いますって言って、あ、そっか、リブラって天秤っていう意味だったっけと思って、それは後で分かった偶然だったんですけど、あの造語でね、リバティの L が入ってるんですよ、自由っていう意味で。で、リバティっていう言葉の L の字を使ってリブラの L で、リバティの I ですね、 V は今はブリリアントっていう言葉を使ってね、 BV ですね。で、RA っていうことで、あのそれぞれ の文字に、まあ、意味を持たせて、その内容を伝えている、一番トップになるリブラっていうところの L がすごく大事なところなんですよね。でちなみにあの A のところはアーティスティカリーっていう、芸術的にっていう意味で、まあ、クリエーションが、あのクリエーション、想像するっていう意味なんですけど、それを法人の時に会社名にしたんですが、パンの時にもリブラを使っていたので法人にもリブラっていうのを使ったんですよ。で私の関連事業って他に、ね、あの電子書籍もリプラスっていう、あの個人事業で立ち上げている部分の別部門があって、リプラスもリっていう、リバティプラスっていう意味でリプラスって、これもやっぱり L が入っていて、であとルノルマンカードリーディングっていうスピリチュアル方面の領域の事業の方も、まあ、ルノルマンが、まあ、そういうマドモアゼル・ルノルマンっていう方がたまたま考案したあのカードだったっていうところでルノルマンなんだけど、これにも偶然なんですけどやっぱ L が入っていて、で、私の主軸のコンサルティング の少し大きめの講座がリビング企業アカデミーって言って、これもやっぱり L が入ってるんですよね。だから立てていく事業が全部 L が入っているので、もうリブラが一つの看板の内容になっていて、それは自由っていうことが裏に隠れているし、全ての女性の、まあ、私の会社のミッションが女性の経済的精神的な自立を創造的に支援する存在ですっていうことで、リブラクリエーションの企業理念で歌ってるんですけど、女の人の経済的ですね、特に私はコンサルティングっていう領域だと経済的精神的な自立を促すっていう存在であるっていうこと、じゃあなんでそんなに自由とか経済的っていうふうに思うようになったかっていうと、まあそれが先ほど言った、まあ、陰の部分の幼少期から多感な、ね、時代の、高校とあと専門学校ですね、20歳ぐらいまでの部分が私にとっての陰の時代、つまり不自由な時代だったっていうことで、まあ、そこの話を含めて今の私がいるっていうことで、私はだから一番中庸っていう言葉が好きなんですけどね、真ん中っていう状態で、あのどちらにも触れすぎないで常に中立的な状態でいるっていう私を気づいたのは、前半期の人生が陰すぎる人生だったからだと思います。おそらくで陽の状態を今は生きているんですけど、常にその陰を知りつつ真ん中にいるいようっていうことをすごく意識して、はい、やっているっていう形
なんで、はい、そんな話をね、じゃあいよいよその子供時代のねところが私の人格形成なしは、その自由っていう言葉の反対の不自由さをどういうふうに味わっていって、それをどういうふうに消化していったかっていうお話をこれからねちょっとしていきたいと思います。でこの話を語る上では、人生観とか、私の倫理観とあと思考と全て原点は私の父親です。で、いい意味の父親ではなくて反面教師としての父親ですね。で、大概の親子関係ってそうだと思うんですけど、家庭環境によって子どもの人格形成とか子どもの性格とか築かれていくと思うんですけれども、私はその父親っていう存在とある人間と関わることによって、なんていうのかな、自分がそういう人間にはなりたくないっていう意味での、ダメな見本として私の目の前にいていて、でそうしないように生きていこうってするゆえに陽の私が作られたっていうのが大きな要因だから、今から語ることは当時の私の感想を語る内容であって、別に今どうでもいいっていう状態なんで、そこだけはちょっとね理解して聞いていただければいいと思うんですよ。男の方も聞いてくださってるから、ちょっと娘にそんなこと言われたら涙ちょちょぎれるとかって思うような人もいるような、若干辛辣な言葉とかもこれからちょっと伝えていくかもしれないので、皆さんがそうだって言ってるわけじゃなくて、私の父親がそうだったから私はそういうふうに考える人になったっていうエピソードを語る。でここに私のものすごい感情は今ないので、割と淡々と伝えていくんで、ただどういう人だったからこういうふうな考え方になったかっていうのをねお伝えしようと思ってるんですけど、私の父はですね、私の中でそうだな、今まで生きてきて出会った人間の中で一番性格が悪くって一番人間としてダメな人だなって思っている人種がうちの父親ですね。で死んではいないんですけれども、母とももちろん離婚はしているんですが、どこにいるかようわからんっていうか、私の所在は絶対に伝えないでくれっていうふうに言ってるぐらい、絶縁をしている父親で、仮に死んだとしても葬式には出るつもりはないっていうぐらいの、関係性に今なっているのが私の父親っていう名前の人です。で遡ること、そうですね、どれぐらいまで遡ったらいいかな、記憶にあるような、じゃあ例えば3歳とか4歳くらいの時で、本来だったら父親に可愛がってもらった記憶とかっていうのが割とあるような、女の子だし本来は可愛がってもらえるべき存在なのかもしれないですね、世間一般的には。だけど私は父との思い出って本当に何にもなくて、それぐらい多分一緒にいなかったんだと思うんですけれどもね、古びたモノクロの写真でなんか抱っこちゃんじゃないけどなんかそんなんやってっていうので母と写ってる写真はあるんですけど、父は1枚ぐらいはなんか写真はあるけれども私と何かっていう写真ではない、父だったんで、じゃあ仕事めっちゃ一生懸命やって忙しかった人だったんですかって言ったら、全然そんなことはなくって、ダメ親父って私が言ってるぐらいなんで、仕事もろくろくしない、電気屋っていう自営業の職業はやっていた、がしかし、怠惰で怠け者で花粉症になったとかいうなんか言い訳とか理由を言い、年のうち4ヶ月から5ヶ月ほとんどぐうたらで家で寝ていて、それがない時期はパチンコに行ったりとかビールを飲んだりとか、もう典型的な、そういう人だったんですよね。だから仕事を全うにしてる絵面はほとんど見たことがなくって、で自営で電気屋さん
やってるから、もう工事の依頼でもちろんそれをやりに行ったりとかするんですけど、あの従業員が何人も辞めていく、まあちょっと助手さんみたいな人やっとるんだけど、多分人使いが荒いのと、あとやっぱりあの感情の起伏がすごい激しい人だったんですよ。機嫌屋っていうか、あの言うこともコロコロ変わるし、自分の気分で人に当たったりとか、自分の気分で朝、まあ、朝礼母会ですね、朝言ったことが夜に変わってるみたいな、とにかくその気分屋さんでその感情を全て人に当たり散らすタイプの人だったんで、それは仕事がうまくいくわけがなくて、従業員はみんな辞めていって、もともと会社員もやってた時期もあったみたいですけど、上司殴って辞めちゃってるっていう感じなんで、あのもうとにかく変な人っていう感じの人だったんですよね。でそんな感じでお金がとにかくいつも家になくって、団地とか公団みたいなところにも住んでたんですけれども、あよく借金を作っていて、銀行から督促状がポストには普通に入っていたし、月末になるといつも銀行から、まあ、黒電話だった時ですけどね、電話がかかってきて、で母がいつもなんか謝ってて、まあ、借金どれぐらい持ってるのかよく分からなかったんですけれども、とにかく毎月電話がかかってくるから、返せてないどころか多分増えてるんだろうみたいな感じで、なんで月末でいつもそんなかかってくるようなね、そういう仕事になっちゃうんだろうみたいな感じで、あの電話が鳴ると家で緊張が走る、またかみたいな感じで、イルス使う、母出る、たまに私が出さされる、子供が出ると分かんないで済みますからね。でお父さんはいますか、あ今いないですとかいう、まあ、そんな感じとかでやっていて、それぐらいいつもお金がない家だったんですよね。で、食事とかに関しても本当に、まあ、たまにね本とかにも書いたりとか、伝える人には伝えるんですけれども、卵かけご飯を7日間食べるとか、本当にねご飯も、まあ、草はさすがに食べてないんですけど、あの食品も本当になくて、で母が仕事をやっていたんですけど、多分私母の血を引いてる部分が強いかなと思うんですけど、3つぐらい仕事掛け持ちして家の経済支えていたりとかするんですよね。でそんな母とか、まあ、私とかも家にはいてるんですけれども、一番私にとって苦痛な時間だったのが、意味不明の巻き込まれるような説教タイムが一番苦痛だったんですよ。説教タイムっていうのは、自分がその家族っていうか、まあ、私たちが振る舞った態度が気に入らないと、それに対してなんでそんなに喋れるのかよくわかんないんですけど、あのそこに正座しろって言われて、でしょうがないから正座すると、自分が普段思ってる鬱憤とかを当たり散らすように説教タイムが始まって、これね本当驚くんですけど10時間っていう時もあったんですよね。でよくよくそんだけ言うことがあるなっていうぐらい、途中トイレ行っても戻ってきてもまたつわりって言って続きを言われるみたいな、何も別に悪いことやってないんですよ。あの自分の気分で言いたいだけで、で口答えするじゃないですか、あのそんなこと関係ないぐらいの感じのね口答えすると10倍返しになって説教タイムが伸びるんですよね。でそれを立ったとしても、立って玄関とかね行ってちょっと聞いてらんないとか言うと、何逃げんのか座れとか言って、また引きずって座らせられて、でまた説教が続くみたいな。で口答えすればするほど説教タイムが長くなるんですよ、母も含めてね。で私が分かったのが、とりあえず言わせるだけ言わせれば、あの10時間かかんないっていうのが分かってきて、で口答えすると10時間になっちゃうから5時間ぐらいですね、何も言わなければ。でその時の私はどういう状態で聞いてるかっていうと、もう恐ろしく冷めた目線で、あのその父親が
まあ、なんでこんなことを言うんだろうっていうか、言葉がもう支離滅裂でめちゃめちゃ冷たい目線と冷めた目で見ながらずっと見てると、なんかだんだん言うのがちょっとなんか罰が悪いみたいになって止まっていくみたいな感じで、子供にそんな目線を向けられる父親みたいな感じで、だから私がその人の話を聞いたりとか人の真実の姿を見抜こうと思うかっていうか、まあそれが多分癖になってるのかもしれないけど、目を見てひたすらその人が喋ってることを聞いてると、その人の本質が見えてくるみたいなそんな感じのところの技が身についたのは、まあ、小学生ぐらいの私が父親に理不尽ななんか不思議な話をすごい声の口調を荒げられた状態で言われていた、まあ、今で言うともしかしたら DV レベルの内容なのかもしれない、手挙げられなかっただけね、まだいいのかもしれないですけど、で家を出たいって思いましたよ、だってそんな家なんか帰りたくないから。でも出ると今度どういうことになるかっていうと、なんで、まあ高子なんですけどね、私はね、高子はこの時間まで帰ってこないんだって、なぜかめちゃめちゃ門限も厳しい家で、よくわかんないんですけど、そんな適当な人生を送ってる父親のくせに門限だけは10時過ぎるとめっちゃうるさくって、でその門限が過ぎると今度母に文句、育て方が悪いとか、で私は母に文句を言わせるのが嫌で仕方なく言うことを聞いていたっていう、なんだか不思議な家で、要は長としての自分の威厳を、まあ、保ちたかったのかもしれないんですが、とにかく家の中で王様でいないと、全然こう自分がね大事にされてないみたいな感じなのか、まあ、多分本当に心理学的に言うと多分いろんなイメージとかあるのかもしれないんだけれども、その当時はそういう情報とかも入ってこなかったし、まあ、ひたすらにどうすれば説教タイムを短くするのかとか、どうすれば普通の状態で いられるのかっていうことなぐらいで、家を出たくて出たくてしょうがなかったんだけれども、やっぱりお金がないと出れないんですよね。さすがに小学生の私はお金を稼ぐっていう術を身につけられていなかったので、家を出るっていう選択肢が持てなかったんだけど、家は出られない状態で、私割とそんな家だったんだけど、絶対にこの家は出るって思った時に、何かを外に出てやる、生きていくっていうのを考えた時には、賢くないと生きていけないなっていうふうに思ったんですよね。だからこんな状態だけど絶対に勉強はしてようって思って、財産もコネも何にもないけど、何かお金を稼ぐっていうことになった時には絶対知恵が必要だって思って、勉強はねやってたんですよ、ちゃんと。でそうすると、まあもうその時代から塾とかそういうものはあったんだけれども、その塾とか行っている、まあ、親に言われていやいや言ってる人と、私は自分の人生のために自分が賢くあるべきだっていう意識を持って勉強してる私とでは当然浸透度合いは違うので、そういう学校とか塾とか行ってなかった割には成績は良かったんですよね。自分なりきにこうやって勉強して覚えていけばいいのかなって試行錯誤しながらやっていて、バカじゃいけないと思ったんですよ、お金稼ぎたかったら。だから今やれる勉強は今やるしかない。教科書とかも学校の教科書と、せいぜい1ヶ月に1回もらえる母からもらってる1000円とかがだいたい参考書代に消えていくので、楽しいものにあんまりお金を使った記憶がなかったっていうのが割と小学校時代ですね。なので、同級生がどっか行こうとか、じゃあこういうところに行こう、それこそ遊園地行こうとか、喫茶店じゃない、小学校でもうちょっと上になってからですけどね、喫茶店に行ってちょっとお茶してとか、パフェ食べてとか、ゲームセンター行こうよとかいうのも全部誘い断って、お金がないからですね、交通費すら、遊園地に行く交通費すらないみたいな感じで、もう全ての事情と理由がお金がないからっていうことで、誘いとかを断っていて、まあその割には、まあ、学校のいる時間の間だけの割には
まあまあコミュニケーションそこそこ取れてたんで、仲間外れにされたりいじめられたりっていうことはまずなかったのと、多分なんかいじめられないオーラが出てたのかもしれないです。なんかいじめるとやばいみたいな、いじめられるオーラがないっていうか昔からね、それはあったから、いじめられはしてはいないんですけれども、とにかく同級生と同じことはできなかったんですよ。みんなが遊ぶ遊びは全てお金がかかるから。となると結局そこもやっぱり不自由な部分はお金っていうところに集約される不自由さ で結局その人と同じことができないから、人と同じであるっていうことに価値を持たない、だから別に、まあ、非常識の原点とかでもあるんですけれども、人と違ってて当たり前だったんですよ私の場合には。同じことがそもそもお金によってできないっていう、あの経済的な家庭の事情とかがあったので、うん、同じにできないのが当たり前っていう環境でもともと育っていたから、まあ、工夫して生きていくしかない状態だったんですよね。で普通は成績良かったら親から褒められたりとかっていう話を、同級生の話を聞いてるとあるらしかったんだけど、学年で1位取っても別に褒められた記憶もなくて、まあまあそういう感じって思いながら、勉強は自分のためにはやっていたんだけれども、そこを頑張ったね、良かったねっていうことで、だから親に褒められるために勉強したんじゃなくて、自分の将来の未来のために自分で勉強したっていうことを最初から小学生の時から決めてやっていたっていうところが、あのちょっと小学生らしい小学生な生活ができてなかったっていうのも、まあ、ある意味歪んでる、うん、あの人生観を持った状態で生きていたのは、父親がそういう父親だったからっていうのがあったんですね。でそんな人だから、あの高校生の時のエピソードなんですけどね、電気屋で納期が迫ってて、納期に終わらないっていう納期になっている時に、私中間試験とか期末試験とかどっちか忘れちゃったんですけどね、まあ、勉強してるわけですよ、あの試験勉強を。それなのに夜の10時とかに納期間に合わないから手伝えって言われて、工事現場に連れて行かれて、配線を持たされて手伝いさせられて、いや私勉強あんだけどっていう世界も運を癒さず連れて行かれて手伝わされて、2時とかに帰ってきて、それから4時まで勉強したりとかしてやって、試験とかやってっていう、だからなんだろう、みんなと同じであることがそもそもできない状態でみんなと戦わなきゃいけないみたいなのも、あの学校の試験とかでもそうだったんで、あの受験勉強とかでね、うーん、親がかりで受験をサポートする、食事もなんか見てあげて、塾の送り迎えも車でしてあげて、万全の体制とってとかっていう話を聞くと、あ、受験ってそういうふうにさしてもらえるものなんだみたいな感じで、私はもう自分で自分のコントロールを自分でして、体調管理も自分でして、試験を受けるためのお金もアルバイトで貯めたお金で、学校の試験料とか3万とかまあまあ高いから、あの落ちられない、まあ、全部受かったんですけど、結果として落ちられない状態でやるから、もうここだって決めたとこ絶対に入るっていう形でもともと勉強したりとかしていてっていう、もうお金と勉強とかが必ずセットになっている人生だったんですよね。で母に関して言うと、まあ、3つの仕事を掛け持ちするような器用な人で、頭もいい人だった、世が世なら多分私より仕事できてた人だったと思うんですけど、私から見てもスーパーウーマンっていう人なんですよ。で彼女の人生は彼女のものなので、そこをどうこう言うつもりはないんですけれども、なぜうちの父と結婚する羽目になったのかって、そこだけが私はめちゃめちゃ疑問で、この人の頭があったらなぜこの男を選ぶんだろうっていうのが全然分からなくて、でその理由が分かったのが、あのおばさんから聞いて理由が分かったんですよね。なんか当時ってお見合い結婚みたいな状態で、母は青森の生まれで、まあ、父は茨城だったんですけれども、
そのどういう経緯でお見合いでどういう状態だったのかいまいち詳しくそこら辺はあれだったんですけど、とにかく立場的に断れない事情がなんかあったらしくって、で、まあ、父の方がその当時は母をすごく一目惚れじゃないんだけどなんかすごい猛アタックをしてたらしくて、母はなんか父の性格を見抜いてたみたいで、まあ、あんまりこう気乗りしない状態でやってたんですけど、でどういう状態のどういうシチュエーションかよくわからないんですけれども、まあ、これちょっとね女性が聞いてるとしんどい話なんで聞きたくなかったら耳塞いでてもらってもいいんですけれども、父が、まあ、母を襲うような形で私が生まれている状態なわけなんですよね。母の意図した状態ではない形で私が生まれることになる。だから それを聞いた時に私が母の縛りになったんだと思ったんですよね。その時に私を下ろすことを決断していれば多分私を産む必要もなかったし、まあ、父とも離婚もできてたかもしれなかったのに、母は私を産む決断をしたから、まあ、そういうことになった、結婚をすることになったっていうのが母ではなく、まあ、おばからそんな話を聞き、まあ、だから生きてはいるんですけれども、生まれるべき存在ではなかったか、それによって母がより苦しい人生を生きることになったのか、あの時私を殺してくれてればもっと楽に生きられたんじゃないのかとかね、まあ、そんなことをいろんなことを考えたことがあって、だから私にとっての子供っていう象徴は人生を縛りになるっていうのをその時に思ったのがまず1個目だったんですよね。であと弟が5年後に生まれてるんだけど、その時もやっぱそれに近い状態、まあ、性欲の発散みたいな状態で、なんでそんな年が離れてるんだろうっていうのは後で分かったんだけど、それでもう一回で、その時も下ろしてないから彼女が、で弟が生まれてっていうことで、だからなんだろう、私は絶対にそういう男の人の暴力は許さないし、なんで女の人ってそういう体の構造なんだろうとか、男の人も埋める体ならいいのにとか、そしたらまあ喧嘩両成敗じゃないけど今度自分が産んだらいいとかって思ったりするようなことも言えるのにって思って、私はだからその性の部分での問題もなぜ女の人が子供を産まなければいけないんだろうとか、なんで女の人が育てるのが当たり前っていう世の中になってるんだろうっていうことで、その世の中の仕組みに対する嫌悪感もものすごくあって、なぜ母が子供の面倒を見て食事を作るのが母なんだとかね、そういうなんか考え方とかもすごくあったんですよね。でもとにかく母は産むことを決断して私たちを育てていて、お金がなくってだから働くしかなかったので、3つの仕事を掛け持ちをしているから私が弟の面倒を見る形になっていて、5歳離れてるから小学2年生ぐらいの時とかでも、もう鍵っ子、今でも鍵っ子とかさせない方がいいとか世の中は随分ねいい感じにはなってるんでしょうけど、私たちの場合には鍵って当たり前で、でしかも弟のご飯を私が作ったりして、見よう見まねで焼きそばとか見よう見まねでオムレツとか、わかんないですけどなんかそんなの作って、今だと過保護的に言うと火使っちゃいけないとか子供にはそんなことさせちゃいけないとか言うけど、そういうこともしないと食費ないですからね、卵割って作りゃ一応卵焼きできるしみたいな、そんな感じで生きてたし、お弁当とかも惨めでしたね、みんなと、学校に持っていくお弁当、今給食っていうのもねあるからあれなんでしょうけど、当時お弁当だった時とかもあっておかずがないんですよね私のお弁当っておかずのお金がないから、みんなのはなんかウインナーがとかそれこそ卵焼きがとかカラフルなお弁当、女子なんか特にねお母さんが作ってくれてっていうお弁当でワイワイみんな食べてたけど、下手すると私日の丸弁当ですからね、
白いご飯と梅干しと海苔ぐらいな感じな時とかもあったし、だからご飯もみんなと一緒っていうよりはサクッと食べて、まあ、サクッと図書館とかに行って本読んでたりとかっていう感じでやってたりする。お弁当も決していい思い出がないから、だから食って私の中ではコンプレックスで、親が作ってくれた美味しいご飯とかっていう記憶とか、何かを作ってお菓子を一緒に作るとか、誰それさんちじゃ、バレンタインデーだから何々くんにチョコレートあげるの、クッキー作るのとか言って、クッキーの作り方とかもそういうの全然わかんないけど、お菓子ってそうやって家で作るものなんだ、買うんじゃないんだとかねそういうの思って、もう本当に普通の家庭が普通にやってるようなこととかは一切なかったし、特に食に関しては習えなかったしやれなかったし、生きるために仕方なく作ってたから決していい思い出のものじゃなくて、だから私がパンの教室をやるっていうのは食の一番コンプレックスのところを仕事にするっていう状態をやってでもコンサルタント業のためにやるわけなんで、まあ不思議な縁だよなとか思いながら、ね、教室は建てたりとかねやってたりしてたんですよね。だから母には感謝はしてるんだけれども、まあ家の状態は決していい状態ではなくて、いつもいつもお金がなくてお金がなくてって言って、でこんな父だからもう離婚して3人でやっていこうよって言って、私高校生の時母に言ったんですよね。高校生だとバイトもできてたんで当時で、母の稼ぎと3人だったらどうにかなるって私が言って、出よう家を出ようって言ったんだけども、いや今の稼ぎだとまだ出れないって言って、いつなら出れるのって言ったら、あと5年弟が高校卒業したら、5年とか言って、こんな家にあと5年いるのとか言って、その理由はお金がないから。まあ今考えると彼女がそう思い込んでただけであって、本当は本気で出てどうにかしていろんな制度とか使えばどうにかなったのかもしれなかったんだけど、あと5年卒業するまではなんとかやるって言ってたから、そうって言って、でその時に強烈に感じたのは、こんなに嫌な家でこんなに愛情もなくて変な父親といることになってもお金がないと家って出れないんだって思って、経済力がないってことはこんなに惨めで残念なことなんだっていうのをその時にものすごく感じて、お金があるだけで人生を選択できる自由が増えるって思って、私はまずお金を稼ごうって、そこからお金が全てじゃないけど選択できる自由をつかむっていうふうに思ったのは、家を出れないって母が言ったし、まあ、その5年後に出るための夜逃げをするための三段の手伝いをしなきゃいけなかったんで、まあ、お金を稼ぐ必要があったから、私は塾とかは行ってなかったけれども、高校は都立の高校だったんですけどね、当時、まあ、立川の方で立川高校っていう高校だったんですが、今ちょっと偏差値っていう制度がなくなったらしいんですけどね、偏差値が、72の学校だったんですよ。でこれは別に私がすごい頭がいいでしょうっていうことを自慢したいとかそういうことじゃなくて、そういう学校に行くと挫折とかもちゃんと味わえるんですよ。自分の中学校でまあ、一生懸命勉強してある程度頭がいい状態っていうふうに言われている状態でその学校に行くと、みんなが頭がいい人が集まっているし進学校だったけど、珍しく自由っていう校風を自主自立っていうことが校則っていうか校風になってるから、制服とかなくてバイク通勤も OK で、通勤じゃない通学も OK でバイトも OK で、頭パーマしててもバンドとかにハマっててジャラジャラした服革パン履いてようが授業を受けて成績取ってっていうので OK みたいな学校だったんで、不思議な学校の雰囲気の学校だったんですよね。でその中で、まあ、頑張ればどうにかなるってできてた
学習人生の中でどんなに勉強しても頭がいい人って大して勉強しなくても 10番とか何番とか成績取れちゃうんですよね。私の隣にいた男子がそういう男子だったんですけど、で先生が言ってることをノートも取らずに理解できてるのを見て、あ、こういう人って世の中にいるんだと思って、なるほどって思って、努力だけでもどうにもならない部分もあるんだなっていうのを初めて、いわゆるもう頭の出来が違うっていうのを知ったのが高校生の時 で初めて中くらいまで落ちたのかな、成績200人とかいる中で100番台を取ったのは初めてなぐらい、そういう集団の中に放り込まれると自分って普通の人間レベルになるんだなっていうのが分かったから、小さいところで自分を見てて親の対象風になるってバカバカしいことだよねってその時に思って、その感覚があったんで社会に出た時にも小さい社会でそんな一番とかなんとかっていうエバルとかっていうような人とか、逆に落ち込んだりとか学歴でどうこうとかって考える人ってナンセンスだなって思ったのは、その高校の時の頑張っても頑張っても超えられない人々がいるっていうのが分かったのが一番大きな理由だったんですよね。で当然その学校に行く学費とかもなかったので、都と市と両方の小学制度、足長おじさんみたいな制度を申し込ん で面接の時に、これであなたは借金を背負うことになりますけどいいですかって言われて、意味はよく分からなくて、要は卒業した後社会人になってから10年間無利子で払い続けるっていうのをしなきゃいけないことになるから借金を作った状態で嫁に行くことになるみたいに言われたんだけど、いや今学校に通えることの方が大事だからと思って2つの奨学金で、だから高校の学費も自分で全部出してた、だから不本意ながら食費だけは家にどうにか出してもらってっていうことで家に行ってたんですけど、バイトもみんなが部活をやってる時にバイトをしてましたね。ウェイトレスとかもやったし、あとなんか事務的に工場のところで部品を右から左に動かすみたいな、時給当時515円くらいだったかな確か、そんなバイトとかをやりながら、バイトで稼いだお金で参考書買ったり、夏期講習の単発の夏期講習のお金にしたりっていうことで、お金をいつも勉強の何かに使ってっていうのをやっていて、で途中で分かったのが、なんか家庭教師とかでやると3000円とかって言って、中学生を教えて、高校生が中学生を教えてほしいってなんか近所の人に言われて、どれぐらいって言われてよく分かんないけど3000円ぐらい欲しいなとか思ったから、1時間3000円ですって言ったら通ったから、あ通るんだとか思ってそれで教えてたっていうのもあったりとか、だからいつもお金を見ながら動いてたっていうのも高校生の時もそうだったんですね。でじゃあ大学に行くのかって言ったら、私は夢は自分がやっぱ不自由で世界中どこにでも飛び回りたいっていう夢があったから、まあツアーコンダクター、通訳かツアーコンダクターっていうふうに思って、でツアーコンダクターになりたいとかって思った時に、一番早い方法は旅行会社に行くのが良さそうっていうのが、まあイメージとして分かったので、旅行会社に行くためにはどのルートが早いだろうって思ったら、専門学校がルートとして早そう、旅行の専門学校就職率 100% っていうところがあったので、あここに行くのが早そうって思ったんですよね。ただその当時めちゃめちゃ進学校だったその学校って、六大学とかも推薦で行く人たちが何人もいてっていうような状態とか、大学行かないっていう選択肢が学校の中で異端児状態になるぐらいの中で、進路相談で旅行ツアコンになりたくて旅行会社入りたいから私は専門学校の方にっていうふうに話をしたら、まあ、その担任の先生はたまたま理解がある先生で、自分でねそれがいいと思うならいいんじゃないかって、あと私大学万が一でも落ちて浪人なんていう選択肢がないので、一発で全部やっていかないといけないぐらい早くお金稼いで早く社会人になってやりたいことがあるんですっていう話をしたんで、2年で卒業できる専門学校がいいって
ただ専門学校、そこの学校で200万学費がかかる学校だったんですよね。で200万のうち、150万が新聞小学生をやれば150万が出る、で足りない50万は特待生になれば出るっていうのが計算できたので、新聞小学生になってその環境の中で学年3番以内をキープとか、みんなの模範になるような自分でいるっていうことにおいて50万円をいただくっていうことで200万円が足りるっていう、そういう選択を取ろうとしたのが、専門学校行く時の一つの決断だったの。でその話とかを母と粛々とやってて、住み込みの日経新聞の新聞小学生で、当たり前ですけど都内の人間が、しかも女子が新聞配達をして学校に通うなんていうのは、まあ日経の中でもなかなかない。地方の女子、熊本とか宮崎とか、そういうところからの女子が新聞小学生やるっていうのはありなんだけど、都内で親元がある近くにあるのにお金がないからっていう理由で新聞配達やるっていうのは基本ない。しかもそっちを稼げないと、50万がないと借金が返せないから、150万は2年間新聞配達をやるっていうことで負担してくれる。で途中で辞めたら日経新聞にお金を返さなきゃいけない。やっぱりお金と、自由を縛られた状態での、まあ、学びがいつも駆け引きの対象になってくるっていう状態で、でそれをこそこそ母親とやってたら、父がそれを聞きつけて、そんなお金俺がね借りてきてやるみたいなことを言って、で借りられるわけないじゃん借金いっぱいでって思ったけど、とにかくそんな日経のあれなんかやめろって、なんか自分のプライドが傷ついたらしくて、プライドも何もないだろうっていうふうに思ったんだけど、こっそりそこはでも万が一の時のために、あの申請は止めないで置いておいて、で絶対に俺はお金用意するから見てろみたいな感じで、入学金入れなきゃいけない2時間前用意できないっていうことが分かって、すぐに日経新聞の方にあの連絡を入れて、あのやりますんでそのまま通してくださいって言って入金をしてもらって、入学ができたっていう、そういう経緯があって、そこでもまた親に対するっていうか、まあ、父親ですけどね、信頼を失っているっていう、何度も何度も裏切られて何度も裏切られて、でやっぱり今回もやっぱり嘘ついたよねっていうのが、私の冷静な私の、感覚だったんですよ。でそんな思いをして、まあ、私にとって人生の中で一番辛かった2年間が、新聞小学生をやりながら特待生としての資格を得るために、まあ、国家資格である旅行主任者、国内と海外一般のやつと、他にも秘書検定やら英検やら何やらいっぱい取って、優秀な人である、お金をもらうに足りる人間であるっていう状態を、めちゃめちゃ少ない睡眠時間の中でそれをやっていかなくちゃいけなくて、新聞小学生ってその学校の時間もちろん学校なんだけど、朝の配達と夕刊の配達があるから、宿題やってる時間と抜いて朝の専売所に行く2時半とかまでの間、11時から2時半までの間ぐらいまでしか寝れないから、3時間とか3時間半それなのに、雨の日、台風の日、雪の日でも新聞は配らなくちゃいけなくて、もう体力と精神力の限界でやったのがその専門学校時代。しかも成績が落ちれば50万もらえない、そこも絶対に保たなきゃいけないっていう、もう精神状態と肉体の関係も全部ギリギリの状態でやった、そんな中なのに、ある時不幸な事件が1個起こります。それが私が宿題をやってる最中に、住み込みのアパートで共同の入り口が入って廊下があって、簡単なモノロック錠っていうか、くるって回すとすぐ開いちゃうような鍵、プッシュでやれるような鍵で、トイレも共同、風呂がないからコインランドリーにシャワー浴びに行くか、間に合えば銭湯が空いてる時に銭湯浴びに行くかっていうような状態でやってる時に、うとうとして寝ちゃってたんですよね。でその時にふと人の気配を感じて、手が腰のあたりに触れたような感覚があって、目を開けたら電気つけてたはずなのに豆球になっていて、オレンジので
で男の人の顔が30センチのところにあって、えこれ夢誰とか思って声を出そうとしたら、私が起きちゃったから声を出そうとして私に気づいて向こうもびっくりして、で首を絞められたんですよね、その時に。ですごい力で絞めてくるから、これ私死ぬ、本当に死ぬって一瞬思った時に、死にたくないってすごく思って、こんな人生で死ぬありえないとか思ったから、バタついて暴れたら足が急所に当たったみたいで、で慌てて逃げたんですよ、その人離れてくれて。まあ、あの応戦になったら、私その時も案外頭が冷静で、これってこのまま殺されるってことになるために、包丁あそこにあったよねって、3歩歩いたところに包丁があるの、台所の包丁があるの知ってたんで、刺したら正当防衛大丈夫、それいけるとかって思いながら、そこでもし向こうがさらにもっと何かをしてきたら刺そうと思ったんですよね。でも逃げたからよかったんだけど、その時にもすごい耳澄ましてて、玄関出た音がしないと思って、トントンパタって言って隣の音だったんですよね、内部の隣だとか思って、ですぐに警察に電話をして、隣の人だと思う、殺されそうになった、首絞められたって言って、でその人をすぐやって事情聴取と指紋と合わせて、まあ、本当にあの取調室的 なんかあのガラス越しみたいな窓みたいなところからこう、 うっすら見たら、この人ですかって言われて、豆球の中で見たけど顔はこの人だったなと思って、この人ですって言って、で分かったのが中国からの留学生で、精神異常を持っている中学の留学生で、まあ、お兄さんに連絡をしてお兄さんが引き取りに来るっていうことになったんですけど、だから精神疾患だから殺人未遂とかいう領域にならないとかっていう状態になりそうっていう、裁判とかもなんか大変そうとかっていう話で、そんな思いをしてやった時に、まあ、母と父も一旦その警察とかに来た時に、何を開口一番父が言ったかって言ったら、殺人未遂は示談で200万から300万取れるらしいぞって言われて、第一声それとか思って私の体の心配じゃないんだとか思って、その時に私の中のもう心っていうものが、父っていう人はこの世にいなかった、そんな人はこの世にはいないって言って、全部記憶を消し去ろうと思ったのが、その一言を言われた時に消し去ろうと思ったのが一番大きい。まあ、母はそれなりに心配してましたけどね。で結局示談とかはそんなにもうお金もないっていうような状態だったし、父が余計に私の命の値段をそんな風に言ってくるっていうのが腹立たしくてしょうがなかったんで、逆にお金取らないようにしようっていう風に思って、あの払えるお金、弁護士さんが聞いたら30万ぐらいだったら払えるらしいですって言って、もういいですそれでって、父が言う金額は取らないと思って、そんな思いのままに言われるお金をもらうのは尺だって、私の命の値段を200万だの300万だの言ってくるなんてありえないとか思って、だから逆にもういい安くていいと思った。でそのいただいたお金を全部母に渡して、生活費がなくなってるの知ってたから、で私はまだ住み続けて、そんなところからよく住めるよねってみんな驚かれたけど、いや戻る場所もないし行く場所もないから、借金背負ってるから帰りようがないしっていうことで、まあ、そこに居続けて、でさらにその奨学金の50万っていうのが振り込まれてっていう状態になって、あと1年いれば出られると思ってやっていて、でそんなある時半年後ぐらいにそのお金が振り込まれた話をどうやら聞きつけたらしくて、父からまた電話があって、そんなに裏切られてるのに、私それでもまだ少しの望みをかけてたんだけど、大事な話があるっていうから、全然わからないけど会ってくれっていうから、しょうがないから時間作って喫茶店に行ったら、50万降りたんだろう、事業の方がやばいんだ、お金を貸してくれ、そこ？とか思って、もうこの人とは絶対縁を切るって決めて、
あなたに渡す50万はないって言って、このお金私がどんな思いをして勝ち取ったお金だと思ってるのか知ってそれを言いに来るかって言って、借金に接してどうせお金なくすんでしょうって言って、二度とそんなこと言ってこないでって言って、もう親なんて思わないって言って、絶対そんな話を私にするなって言って追い返したのが最後、父を見た私の中での最後の話です。で、遡るんだけれども、まあそういうふうに拮抗して頭がおかしい父で、たまに言い争いとかなったりとかするときに、母に茶碗じゃないけど何かを投げた時とかがあって、まあ私のだから人生は死とかっていうものって割と身近な状態、自分が殺されかかる死っていう死と、あと父親を殺したいっていう殺人の方の死ですね。殺意を抱いたのは母にその茶碗かなんか分かんないけどちょっと危ないものを投げて顔にちょっとかすった時に、私がかなりこう感情が切れかかって包丁を投げつけようかと思ったぐらいな、ぐらい人を初めて憎んで殺したいぐらいに思ったのが、まあその時の感情なんで、その時のドロドロした感情とか、すごいんですよ、あの負の感情とオーラの力って。体中がめまいがするほど気持ち悪い状態になるぐらいの死っていうのを感じた時に味わったことがある。でさらに自殺っていうのを一回考えたのが、その新聞小学生をやっていて50万円のその奨学金が来るとか、その手前のとにかく頑張らないとその結果が出る前、国家試験が受かる受からないとかも全部ピークでやっている時に、これってもしかして死ぬと楽になれるのって一瞬思って、その時包丁もやっぱ手元に持ったことがあって、でもいや私ってこれで終わるのってなんだか私って悲しくない人生とか思って、それで自殺もやめたことがある。だから1回だけ自殺、そんなに風に生きて、こんなに生きてその先って本当にあるのって思って、でも思いとどまったから生きてる。だから全部で死というものと向き合ったのが3回なんですよね。死のうと思った、殺されかかった、そして殺そうと思った。でも殺すのもこんな人のために刑務所行くのバカバカしすぎるって言って殺すのもやめたっていう、まあ、そんな形でいつも理性と、理性の冷たい部分と拮抗する感情のほどばしりと、それとの戦いで真ん中を保つっていうのを常にやることによって平静を保ってきたっていう人生を、そこの一番濃いところで過ごしてるんです。だから人生って、特に殺されかかった時に思ったのが、こんなに真っ当にこんなに努力してひたすら生きて、生きることに必死に生きてる私なのに、なんで自己的に通りすがりの人みたいな人の、誰でもよかった人に私殺されるようなことになるんだろうって思って、本当にすごかったみたいです。私の生きる力の方が強かったから生きられたんですけど、指10本の指が首に全部赤い手の跡で残ってたんで、相当な力で締めてるはずなんですけど、私の生きるっていう意志の方が強かったんで死ななかっただけなんですが、だから人って自分がどんなに真っ当な感じで生きていても殺されることもあるんだとか、あとは災害、どんなに真っ当に生きてても災害に巻き込まれて死ぬこともあるんだということは、いつ死んでもおかしくないっていうことを18歳の私はそこでも理解ができた。だからいつ死んでもおかしくない、明日死ぬかもしれないって思うんだったら今を生きようって決めて、毎日毎日明日死んでもいいように生きようって決めたのがその時だったんですよね。とするとそんな状態で恥ずかしいだの、これはやればよかっただの、本当はこんなことしたかったとか、そんなのって無意味だなと思って、全てやりたいことはやりきる、どんなに時間がかかってもやるって決めたことをやり続ければ絶対にできるって信じていて、
で実際に全てをやってきて今に至るっていう状態だったんですよね。だからその時の精神力を鍛えられたのはその2年で、今53で振り返ってもあの2年よりきつい時期は起業した後でも過ごしたことがないぐらいしんどい2年間だったのがその時だったんですよ。でこの話にはまだ続きがあって、その2年間の中で体を壊すんですね。で新聞小学生ってやっぱ本当に体酷使する仕事で、さらに学業も含めて睡眠時間3時間の平均でやってたので、まあ、体を壊してどうしてもそこでやっていけるっていう状態じゃなくなっちゃった時に、またここで借金をして一括返済しなきゃいけないお金とかが足りなかったんで、日経新聞から辞めるっていうための用意しなきゃいけないお金を新聞小学生仲間に頭を下げて10万ずつを5人に借りて必ず返すからって言って、3月までに必ず返すって言って借りて、で辞めて一旦持ってる奨学金も含めて、で辞めて家には帰りたくなかったけど、とりあえず何もお金がないから一旦家に帰って、でそうすると今度は足りなかった借りたお金を返すっていう100万円をすぐに作らなきゃいけなかったんで、そこから家に戻ったものの学校には行きながら、当時はまだちょっとバブルが弾けている部分もちょっとあったから、パーティーコンパニオンの仕事とかを朝昼晩みたいなパーティーが多かったんでやってお金を稼いだりとか、あとはまあここら辺は闇なディープでダークな部分かもしれないですけれども、スナックとかキャバクラとかで働いたりとかっていうので、とにかく必要な資金貯めるまで働くっていうことをして、貯まったらすぐに辞めて全部っていうことをしたことがあるぐらい、いつもお金がなくて体を使って働くっていうことをしていて、で歌舞伎町のキャバクラで働いた時に分かったのが、やってる人たちって本当一生懸命、ナンバーワンとかナンバーツーの人って本当一生懸命ちゃんと集客の努力とかやっていて、私は絶対に指名されないように地味に生きていこうと思ってたんで、ヘルプって言って席についてなるべく指名されないように、そのナンバーワンの人たちの人がどっか違う席に行ってる時におじちゃんと話しつなぐっていうところをやるように徹してたんで、指名はされないようにするように立ち回るのってなかなか大変で、気に入られちゃうと指名されちゃうから、いらない、それはいらないと思って、でそれを見てると、まあ、男の人の夜の欲望ってそんな、ね、女の人に払って、まあ、ある意味可愛いしある意味バカだなと思いながら見てたりとか、あと女の人も、まあ、駆け引き上手にやってそうやって転がすんだなっていうふうに見てた、人間観察をすごいしていて、ただショーとかをやるのをすごい一生懸命やってる、やっぱナンバーワンナンバーツーナンバースリーの人は気遣いと、あとその見せる努力を一生懸命やってるから、この人たちやっぱプロフェッショナルだな、すごいなと思って、そういう観点で夜の仕事を見ていて、でも私はヘラヘラして笑いながら心にもないお世辞とかおべんちゃら言うのがめちゃめちゃストレスだったんで、絶対夜の仕事はできないなって思いながら、お金は稼ぎました、その時に。だから6ヶ月で返すためのお金は、で稼いで、で返し終わって普通にまた社会人として働くっていう会社員人生が続くわけなんですけど、だから私は職業に対して偏見を持っていないし、どういう仕事でどういうふうに生きてきてもその人の生き様に対しては職業とか環境では偏見を持たなくって、その人の本質的な魂の部分がどういう方向に向いてる人なのかっていうことでしか評価をしないので、例えばそういうところで働いていたとしても魂が輝いている人だったらそれでいいと思ってるし、ただ環境って人変えるから長くいると良くないよねっていうのはすごく思ったんで、なるべく世界に染まらないように、時給は悪くなかったから楽するとそっちの道に入ってしまうっていう人も当然いるわけで、私の目的はそこではなく一瞬お金を稼がなきゃいけないだけで、
でしかも、指名されないようにそこそこお金を稼ぐっていう、そういう、 こう微妙に難しいコントロールをしながら、まあ、バイトでお金も稼いでっていうことをやっていたっていう。だからお金さえあれば全然違うことができたのにっていう、ツールとしてのお金はやっぱり便利なツールだなっていうのはすごく思っていて、でもお金によって心を取られたり、まあ、父のようにね、お金でっていう風になるのは嫌だなっていう風に思ったから、全部経験が冷静であり、燃え盛る冷たいものを持っている心を作ったりとか、特に父親には口答えした時とかに、拮抗するのをやめた後とかにね、結構冷静で冷たい一言を吐いたりすると黙らせることもできるぐらい、ひどい言葉を私は使うことができたので、だから言葉って人を殺すこともできるし、すごく大事には使わないといけない、だから言霊が大事だっていうのを私しょっちゅう言ってるのは、私が本気でこの人憎いって思った時に出す言葉は、ものすごいエネルギーを持った汚い言葉を使うことができる自分を知っているから、だから言葉を選ばなくてはいけないっていうふうに思って、人を傷つけて殺すぐらいの威力があるのが言葉だと思っているので、それは使ってはいけないっていうふうに思ったんで、私の中では封印をしたので、そういう言葉は使ってない。まあそんな私が、まあ、人を元気づけるような本を書くとかっていうのを職業を選んでるっていうのも、まあ、アンチテーゼみたいで、逆になんか皮肉のような面白いことなんだなって思いながら感じてはいるんですよね。だから私の人生は、私が自分で自由に選ぶっていうことをするためにあるから、母の人生のような人生はやっぱり生きたくないから、子供が足かせになるような、子供に縛られるような人生も嫌だ、父親のようなろくでなしの男も嫌だ、結婚もしなくてもいい、子供もいなくてもいいって思ってたんだけれども、まあ、旦那のね話をすると長くなっちゃうんであれなんですけど、旦那は父と真逆な人っていう性格の人を選んでるので、今のところは別にうまくは普通にはいってる。ただ本当子供に関しては旦那に関しては申し訳ないなと思ってるのは、彼は子供が好きで私は子供は嫌だっていうタイプの人間だったんで、私の方に折れてもらってるっていうところは申し訳ないっていう、まあ負い目はあったの、一回その負い目が元で、まあ、どうするって話を一回したことはあったんだけれども、とにかく子供をすごく一生懸命育ててる人には申し訳ない話なんだけれども、私はそういう経験があったので、愛されたっていう実感と感想がなかったから、愛する自信もなかったし、子供とかなのでいない方がいいと思ったから、子供を産まない人生という人生をもともと選択しているし、友人とか幸せに育ったすごく本当に性格のいい人の話を聞くと、あ、親にたくさん愛されて育つ人ってこういうふうな笑顔とか、こういうふうな立ち居振る舞いとか、本当に愛されるべき存在としてそこに存在しているんだなっていうのを見るにつけ、私は多分そういうふうには育てられない、感覚がわからないから難しいなって思って、産んでから後悔するリスクより産まない方のリスクを取ったっていうことが、私の結婚観であり人生観だったんですよね。だからその後も全てのことは思って努力をすれば必ず全部叶うって分かっていて、やりたい職業とかなりたい職業って職業を定めれば、それにどこに行けばそれに一番近い道に行けるか、どこに行けばそういう勉強ができるかって言って、借金をしながらずっと勉強を繰り返して、でもやりたい仕事、ツアコンやった、インテリアコーディネーターになりたいって言えばインテリアコーディネーターになって、で
まあ、その経験を生かした状態でバンケットのブライダルのプロデュースやったりとか、まあ、パンコネキはねちょっと領域違うんですけどね、あの営業部長とかやっていたので、事業部長とか新規事業部とかを立ち上げるのが好きだったので、新しいところの部署をやるっていうところで世の中にないものを広めたいなと思って入ったりとか、まあ、とにかく行きたいっていう会社は本気でちゃんと目指せばどの職業にもつくことができたし、お金をもっと上げたいっていうふうに思って転職を繰り返していたので、あのお金は下がることなく全部転職をしていってっていう、やりたいようにやってしたいように生きる、でも本当に人生が楽しくできるようになったのは会社で社長に、まあ、あの提案をした時に若干口論になって、ここは俺の会社だって言われて、本当だって思って、私がやりたいことやるには私の会社を作るしかないと思って辞めたのが、まあ、私の自営を始める一番のきっかけになったところなんで、まあ、それから11年経ってるんですけども、3回ぐらい大きく人生は変わっていて、その専門学校で会社員として勤める22年で、その後自営になって10年っていう、この3段階のグラデーションがあって、で一番濃くてしんどくて辛かったのは新聞小学生やってた専門学校の2年間でも、その2年間があったおかげで死っていうものと向き合ったおかげさまで、まあ半分冗談 半分本気で私のクライアントさんには言ってるのが、それって やったら死ぬのって言ったら、いや死なないですってじゃあやったらっていうのが私の答えなんで死なない限りは生きてれば何にでもできるし、生きてるだけで丸儲けなんだよっつって言って、だからやらない選択肢はないっていう話を言うのは、私が死と向き合って殺されそうになったから人生を生きる大事さと、いつでも生きていける大切さで、私は死ぬ時もだから、そんなにあの時死んでたかもしれないっていうことを思えば、いつ死んでも大丈夫っていう状態に人生を燃やして生きるって決めているので、後悔がないように、死ぬ時期も実は決めてあります。桜の花の咲く時期に、大好きな桜の花がちょうど散る時に死にたいから、そこにうまく合わなければ必死に生きるんだろうと思いますけどね。5月ぐらいにやばいとかになったら、その次の4月まで生きないといけないでしょうけど、そんなことも考えてるぐらい、生と死っていうものに対しても執着がない分、必死に生きてる、いつでもいいよっていうのがあるのが私の生き様なので、だから非常識でいい、常識とかにとらわれてる暇がないですよ、人生いつ終わるか分かんないから。だからその意味で急いでるし、できることは最大限の努力と最大限効率化をさせて、やりたいことは全てやり尽くすし、その私の人生の生きている間に作った功績とか財産は、これから未来がある人に譲っていくっていうのが50代から決めてることなので、それで今私は育てる育成とかっていう方に力をかけてるのは、私がどうなったとしてもその人に財産が残っていれば、その人は自分で自立して稼げて、そして精神的にも自由であれば、母のような人間を作らなくて済むし、選択できる自由を手に入れるっていうのは女性の人生にとってすごく大きな財産になるかなと思っていて、そのために私は経営コンサルタントっていう道を選んで、一人でも自分の人生を好きなように生きられる人を増やしたいって思ってやってるっていうのが今の私です。で、男性に関して言うと、父は、私の父はそんなろくでなしではありましたけれども、事業家になって、事業家の男性と知り合いにつけて、奥さんのことも面倒っていうか見ながら、主婦業もやりながら、子どもたちと関わりながら、しかも売り上げを上げ続けるっていう、まあスーパーパパさんみたいな人々とか、しかも性格も穏やかで優しくって、
私の理想の父みたいな人の姿の人たちと会うにつけて、あ、世の中にはこういう人もいるんだ、そしたら子供も幸せになれるよね、奥さんも幸せだねって思って、あ、こういう人がね、もっと前の時代にいたらよかったんだろうけど、今の時代だから出てきてるかっていうふうに思ったりもするけど、世の中も捨てたもんじゃないなっていうのも思って、だから幸せなお父さんと幸せなお母さんの間に生まれてきている子供であれば多分幸せかなと思っていて、でお父さんが仮に、まあ、仕事を失うことがあったとしても、経済的に辛くなったとしても、お母さんに稼ぐ力さえあれば経済は何度だって立て直しもできるし、子供にその姿を見せるっていうことで、まあ、幸せなね家とかにも作っていけることができるんだろうなって思っている、まあ、一番根幹である家の太陽である母を私はサポートをするっていう仕事をすることにして今やってます。だから私の子供はいないけれども、まあ、私がその人たちを育てるっていうことによって、まあ、子育てに近いような気分でやれてるのかもしれないので、まあ、その方針としては父のような部分もあるから男性っぽいところ、母のような部分は女性っぽいところの、まあ、両輪で支えていくのがいいんだろうっていうふうに思ってやってるっていうのが私の、うん、ポリシーです、はい、なんでちょうどいい頃合いの時間になってきたんで、1時間半あと7分くらいありますけど、金杉さんによかったら そろそろ上がってきてもらったらいいかなと思いますけど、はい、いかがでしょうか。はい、はい、こんな感じの語りになりました。たっぷり聞いておりました、はい、皆さんねコメントともさんとかいろいろね、うん、話しくださって、まあ、なかなかコメントしづらい内容だったからあれかもしれないけど、うん、服部さんが新聞小学生だったのにはびっくりした、うん、ねえ、なんか淡々と、うん、温度感、温度はあるんだけど温度感っていうのがあまりなくて、そう、ね、うん、話のテンポもこうずっと一定で、そうなんですよ、そういう感じの、生き方というか、うんうん、父とのあれで私感情を失うっていうことを覚えちゃったんですよね、はい、感情を殺すとかっていう、うん、だからそこは下手になったかもしれない、うん、その非常識の意味が今日分かった、うん、バックグラウンドが分かって結構なんかずしっときましたね、そこはねずしんじゃなくてずしっと重みを感じたっていうことなんですけど、うん、そうですよね、だから、はい、その本当は非常識って軽い状態で全然いいと思ってて、軽やかに人生を生きたらいいと思ってるから、うん、この話は一緒で話す必要ではないんだけれども、うん、あまりにも昔からどうだったんですかって聞かれることが多くなっちゃったから、うん、その根源知りたいんだろうなって思って、うん、じゃあ話してもいいかなと思って、はい、うん、お話することにして、これ感情入れちゃうと、うん、ね、先に進まない話になっちゃうし、そっか、そうなんです、うん、淡々と事実を伝えたみたいな感じでお話しする、はい、うん、なんかねやっぱ僕の中のあの高々のイメージはこうひらっとした服を着てで非常識の火が飛ぶっていう、うん、そういうそのブランディングされた高々のイメージだったので、うん、今日はそこにこうずっしりと来るものがありましたと淡々と私も語っておりますが、あ、そうなんですよ、だから逆にそっちのブランディングをしたのは、うん、そっちがあまりにも地べたを張っていて、うん、ね、泥臭くてドロドロしてっていうとこがあったから、うん、アンチテーゼですよ、はい、そうじゃない自分でいるっていうことが、うん、そこへ対しての消化っていう状態、そっかそっか、うん、を作ってるから、まあ、別に好きでやってるからいいんですよ全然、うん、だから、うん、勝手になんかお嬢様でとか、うん、勝手になんかお金持ちでっていう風に思ってる人とかが多くって、いやいやいや、うん、もう超貧しいしとか、うん、服なんかも全然買えなかったしとか、うん、地味めな色ばっかり目立たないようにって、だって目立たない方がいいんですよ、だって変に服一緒だよねとか言われるのも嫌だし、うんうん、だからそうやって地味に着てってっていうところだったのも、まあ途中で例えば
付き合った人とかが、うん、あの顔立ちはっきりしてるし、いろんなそういうカラフルな色が似合うから着た方がいいよって言われて着るようになって顔立ちが変わってとかっていうところがあったりとか、だからそれまではグレーとベージュと黒とかそんなのしか着なかったですよ私。なるほどなるほど、それ今の僕ですね。黒とグレー、グレーばっかり着てる。あでも川崎さん似合うからいいじゃないですか別に。そっか、まあちょっとね、花柄、花柄のワンピースなかなか着る機会がね、いやないですからね。それは無理ですよ、はい、着てくれたら逆に面白いけど、うん、うん、ね、千々岩さんもそうね、長崎で会う前に、はい、お話できてよかったです。そうですね、なんかね、そう、感情時間術もそういう背景があって書いてあって、うん、私のテーマは結構感情ってテーマなんですよ、うん、はい、すごい熱いものは持ってるんだけれども、うん、それをそのまま相手にぶつけると、うん、良くないみたいな感じがある、うん、受け止めてもらえてないから、うんうん、怒りも悲しみも喜びも家庭でね、うん、だからそうじゃない状態で自分の中で上手にこなしながら生きていくっていうのに慣れちゃったから、まあ、だからコンサル業としては向いてるのかもしれないですけど。そっか、そのなんか言霊のね、その威力みたいなところの話が結構グッときましたね、うん、言霊本当にひどいですよ。でそれをやっぱね、うん、あの本当にひどい言葉を思いつくんですよ、父に見せかけようとするひどい言葉、うんうんうん、でも同時にそれを思っただけで体の中から、うん、マグマが湧いてくるような吐き気が催してくるんですよ。それぐらい言葉の力ってすごくって、うん、本当にそれを父に吐いた時に、うん、もう吐くぐらいの気持ち悪さとかがあるから、やっぱそれぐらいドロドロしたものを紡ぐことができる体質を持ってるから、それを、うん、その憎しみって人に向けちゃいけないと思います。そっか、それって言葉プラスやっぱりこう常念みたいなの乗ってるからでしょう。で自分の体も破壊するんですよね、うん、だから人に悪い言葉を浴びせかける人って絶対体悪いと思ってます。あ、そっか、あの状態ができるってことで、それを感じないぐらいになってるとすると病んでる、その人自身が病んでると思いますね、うん、感じないんだったら、うん、神経が麻痺してる、うん、行かれてるってことだね。そうです、悪いんだよね、だから行かれてない世界に行っちゃってるから私体がすごい状態悪くなるのを知ってるから言葉を吐かないようにしていて、で、あの選ぶ言葉を選ぶ、だから言葉って人を元気にもすることもできる薬もなるし、確かに殺すこともできる、本当鋭利な包丁レベルですよ、うん、だからその威力を知ってるだけにね、もうその陽の方向に生かしているっていうこととか、パワフルだったりとか、ああ、高橋孝子はすごいって今日も思った瞬間がたくさんありました。そうですか、うん、あとね、そうそう、はい、あの生にも死にも執着してないっていう言葉もすごく、はい、来るものがありましたね。あ、殺されかかるとね、うん、まっとうに生きてても殺されちゃうんでね、うんうん、だからもう執着をしない分今を生きるっていうことに情熱は燃やすほどで、今を生きるっていうところはすごくよくわかるところなんだけども、うんうんうん、生と死にやっぱり執着しないっていうところの感覚的にね、なんかわからなかったなっていう、まあ、これは個人的な話なんだけども、あ、うん、そうですね、それは死にたくはないですよ、 うん、やってることで言うと、ただ、はい、その死っていうものがもし来てしまうんだったら、もうそれは受け入れるしかない状態じゃないですか。確かに。しかも考える時間があればまだしもですよ、うん、でそこでやっぱ思い出すのは 3.11 とかなんですよ、やっぱり。そうか、うん、あの状態ってあそこにその地震が来て、うん、津波来て一気に何万人っていう命が一気に失われるじゃないですか、ね、あれって運でしかないですよね、うんうん、急に来るからね、急に来るから、だから、うん、もう何がどうあっても天変地異もいっぱいあるから、阪神大震災もそうですけれども、うんうん、御巣鷹山のね日航機123、うん、あれもそうだし、うん、何がどうあってもおかしくない、確かに。そうなんですよ、そういう意味ではどうなってもおかしくない、やってきてしまったら抵抗してもね、そうなんです、だから、うん、伝えられる位置にいるだけまだいいなって思うんですよ。例えばそのなんていうのかな、病気は良くないけれども、例えばそれがゆっくりっていうんだったらまだ伝えることができるじゃないですか、うん、でもあの
天変地異とかはもう伝えようがなく、本当のことは分からず終わるっていうことになっちゃうから、何が起きたんだろうかっていうことだもんね。そうなんですよ、そうなんですよ。そうすると今じゃあ私仕事やってるけど、このやりかけのまんま家ごと潰れましたみたいな感じとかだとね、それどういうふうにどうだったかなんていうのを知りようがないから、だから可能な限り生きているんだけれども、そこを考えてもしょうがないから、だからやらないのもったいないよねっていう、時間はどんどん過ぎていくし、確かに、ね、でほら死亡率 100% じゃないですか人間。そうね、絶対どこかに死ぬから、死亡確率 100% なんで、であればやっぱりね、何かを残して死ねる。だから本っていいなって本当に思ってて、確かに、音楽もね、そう、音楽もいいなと思ってて、だからそういう芸術領域に出会えて、ね、吹きたいって言えば練習すれば吹けるようになってるし、本も書きたい、作家になりたいって言えば作家になってっていうのもできてるので、だから人間は可能性に満ち満ちていて、なりたいものに何でもなれるっていうことは私基本信じているので、もうだってね、それをこう身をもって実証してくれているのが高橋貴子なわけだから、この人の言うことは本当だなって思う。そうですね、だから何年かかっても、何年かかっても絶対やるって決めたことは全部できてるから、ただその途中でほら寿命が来ちゃったらごめんねみたいな感じなんだけど、そうでない限りはね、チャレンジし続ければ絶対にかなうと思ってる。そっか、すげえなやっぱり。そうだから、なんで強いんですかとか言われるのは、いややっぱ C 見てるからじゃないですかだけど、さすがに C 見てるんじゃないですかって言われたら引きますよね。だから貧しかったからじゃないですかぐらいの感じで言っているのは、本当のとこは C と向き合ったからでしょうね。すげえ。あとね、最後のその自分は子供を産まないけれどもお母さんをサポートしていくっていう話はもう本当に、そこが一番グッときたところかな、最後の最後に。そうですね、まあ母は結局私を産む選択をしたがゆえに苦しんでる部分もあったわけだから、だからそういう意味では本当は私を産まない選択した方が良かったじゃないかなって思えば、そこはやっぱ感謝しなきゃいけない領域だと思っているし、複雑ですけどね、産まなきゃ苦しまなかったんじゃないのかなって思う。そういう意味では、精子感っていうところの部分でいうと、やっぱりドライなところもあるから、私こういう職業を選んでて、講演とかもよく全国でやっていて、今はねコロナであれだけど飛び回ってるから、いざっていう時にその死に目に会えない可能性高いんでっていうのは母に言ってあるんで、そこは勘弁してねって言って、そういう職業を選んでるって言って、分かってるよ大丈夫って言って、母はそこら辺は理解してるので、から自分も子供たちに迷惑かけないようにっていう葬式系のなんか準備とかいろいろそういうのもなんか弟に渡してるみたいですよ。これをやらして死んだらこれしてみたいな感じとか、母も強い人だと思います。いやーでもね、高橋貴子の精神力はすごいなと思った。きっとすごいんだろうなというふうに 思った。きっとすごい、なかなかなところですからね。なんか大概のことでは驚かないし、大概のところではどってことないんじゃないですかっていう領域で思えちゃうのは、そこがあるからだと思います。もうなんかあれなんだろうな、死ぬこと以外はかすり傷っていう感覚とか、感覚に近い近い。だからあの本出した人すごいとか思って、でサマーさんとかもね、そうね、隔離しすぎて、あれ誇張じゃなくて本当にそう思います。僕もね、でもあれですよ、あの生きてるだけの丸儲けっていうのは本当に、そう、一緒一緒、だから生きてられて、しかも五体満足っていう状態で、何に不満あんのみたいなぐらいな感じで、手足が整ってれば、チャンスどうにでもつかめるよねっていう、だからそれがなんかね、うまくいかない、できないところをもう一回やればいいじゃんっていうだけだから、そこ あのマインドを変えるだけでも成功確率はね上がるからっていうことを、それも伝えたかった。死ねないんだもんだって。
そうだよね、うん、生きてるんだもんね。そう、生きてる限り可能性は常に開いてるから、常に開いてる、ゼロではない。だから、うん、挫折したとか、もうこんなのやってらんないとかっていう、いや本当にそう思うんだったら一回死の淵見てみればいいって。うん、うん、そんなことしたら生きてる方でいっぱいできることあるって気づく。本当だね、うん、本当だね、そう思う、うん、って思います、うん、死ぬ気になるっていうけどさ、一、うん、回本当に死のギリギリまで見に行ったらいいと思うんだよね、うん。まあ、なかなかでもそれ失敗して死んじゃったら大変じゃないですか。淵見に行くとか言って言って、うんうん、とか言ってるんだ、そこはちょっと責任持てないで、自己責任で淵見に行ってほしい、うん。まあそりゃそうなんだけどさ、うんうん、いや、だから死ぬくらいに決意するぐらいだったら、いや、やってみたら多分全てうまくいくと思うよって思いますよ、うんうん、死ぬぐらいの決意を持って本気で取り組んだことは絶対にうまくいく、もう保証するわって思う、うん、なんかさ、ほら人間って、うん、悩みは答えがないことをね、うん、考えるとか悩み始めちゃって、でこうカプセルの中に自分を自分で閉じてってしまうとさ、うん、もう本当に世界がさ、ちっぽけな世界にこう、ね、閉じこもっていくじゃない。そうするとさ、なんかいろんな選択肢が本来あるはずなのに、自分で可能性をこう閉じ込めていっちゃうじゃない。うんうん、そうですね。それでどうにもならなくなってしまう時ってあると思うの、いろんな人。うん、そうですね、わかります。そういう時どんな呪文を唱えてあげるの？どうやって開いてあげるの？呪文ね、うん、どうすれば開けるのかな、うん、気合まだ、うんうん、世界は私を待ってるとかなのかな、なんだろう、なんかね、うん、私がほら、うん、自殺するのをやめた時って、うんうん、いやこれで本当に終わりにしていいのって思ったから、うん、やっぱりやめたっていうことになったのであって、こんな悲しい状態で終わるのって悲しくない、うん、私って思って、うんうん、この死のうと思ってる命を使えば何でもできるんじゃないって変わったからよかった。それは気は確かだったんだよ、だからね、気は確かだったんですよ、うんうん、包丁は手に持ったけど気は確かだった、うんうん、そっか、だからそこは多分根幹的な大精神力がそこにはやっぱあったんでしょうね、うん、そういう意味で何かを成し遂げなければならないみたいな感じ、うんうん、のそこはあったんじゃないのかな。で、僕が、うん、感じたのは2つ、達観してるっていうこととたくましいっていう、この2つですね。ね、そうですね、達観してるよね、本当にたくましいし、そうですね、たくやっぱ死の淵見てるからじゃないですかね、うん、うん、あとたくましいは生き抜かなくてはいけなかったから、反省が、うん、20年間生き抜かなくちゃいけなかった、はい、いつもお金がなかったから、うん、うんうん、だってそこで、うん、稼ぐことをやめたら多分もっとあれ栄養失調だったかもしれないしね。ああ、そっか、うん、やっぱ生きるっていうことだから、本当食に対してはコンプレックスありましたね。皆さんいいものを食べてたし、親の手作りのご飯とかいうのもよくわからなくて、お菓子もね、そう、お菓子もだから食の方の領域って本当私のウィークポイントで、うん、もうそれを職業にしなきゃいけない状態になるっていうのは本当自分で苦笑いな感じでしたよ。でも職業にしましたけどね、うん、何でも人って何でもなれるとか、むしろ苦手を克服するともう何もなくなるんじゃないかとか思っていて、うんうん、だから羨ましいのは、はい、お袋の味とか何とかの味とかってみんなが言ってるのを聞くと、はい、どれがお袋の味なんだろうとか、私が覚えてるのは自分が自分のために作った、うん、おかずがない弁当か、うん、弟のために作った焼きそばみたいなやつとか、お母さんなんか、うん、仕事行く前になんか鍋とかかけといてなんか作ってくれたような記憶があるんだけど、家族団らんっていうのはなかったので、うんうん、いつもまあ多分栄養としての食っていう食だったような気がするから、うん、
性をつなぐための食っていうことか。そう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 、だから心がとかっていう食は大人になってからです、うん、美味しいねって言って人と一緒に食べて、うん、これ美味しいねとか旅行の時とかみんなで美味しいねって人と言いながらそれを食べるってことを喜び分かったのは大人になって自分になってからですね。しかも自分でそんな働いたい、ね、自分のお金でね、そうそうそう、行きたいとこと食べたいものを食べに行って、うん、でここのねなんとかさんでシェフがこういうふうに作って、あ、そういうふうにして作ってるんだみたいなのを聞きながらいただくっていうことっていうのは本当に美味しいとか思って、はい、うん、だからね、なんだろう、そういう経験がないから、はい、ここの親の、味を子供に引き継ぐっていうことも、まあ、子供いないからいいんですけどね、それはできない、うんから、うん、まあそこはやっぱね、まあ、しょうがない、全てを手に入れることで、ただ仕事にはしてますからね、パン教室って、パンはめっちゃ普通に使う、パン教室ね、うん、いや大変ですよ、人の2倍とか努力しないと、うん、普段の笑っちゃうんだけど、私小麦粉とか強力粉と薄力粉とかいう違いもわからないでパンを作る会社に入りましたからね。そうそう、だって扱ってないもん粉なんて、うん、分かんないから違い分かんなくて、で部下についた男の子たちは一人はマックの店長で、一人は自然食品店の店長だった子だったから、うん、あの2人の方が食は全然詳しくて、うん、でそっからですよ、もうゼロ以下の一般的なあれも知らないところから、うんうん、全部パンも覚えてやってるっていう感じだったから、うん、だからゼロでもどうにかなるんですよ人間って、大体、うん、努力家だしな、すごいな。いやいやいや、だからなんかそういう意味でだからガテン系っていう風に言ってるんですよね。まあ、それ自分でね言ってるわけ。何でしたっけ、ガテン系エレガント。エレガント、うんうん、だからガテンの部分がベースにあってエレガント風にしていて綺麗め路線にしてるけど、うん、いや字はガテンだからみたいな感じ。いや、ひらひら営業ですからね。そうなんですよ、だから非常識っていう言葉は、うん、常識を破るっていう意味とかもあるし、飛ぶっていう軽やかでいたい自分っていうことに対しての姿をそこに投影してる、もう、うん、地べたを張って張って這いつくばってっていう状態じゃないっていう風な自分でいるっていう姿を象徴したかった。待ってる、待ってるんだけど、なんかあまりにもその桜の話のシーンがねちょっと印象が強くて、桜の花びらの中で、ま、舞いながらこうね命をこう、うん、うん、その返していくっていうかね、終わらせていく、終わらせていく、うん、そうですね、だから季節はもうそこがいいって決めてるから、うんうん、ちょっと違う季節だとそこまで生きないといけないの、うん、それなんか決めるのいいな。うん、私はもうそこって決めてます。そっか、うん、僕どこなんだろう、考えとこう。いやそこ普通に季節まで決めて、しかも散る時って、いや桜前線ずれるじゃん毎年みたいな感じで。確かに難しいんですよそこ決めたって、うんうん、でも多分なんだけど、私が本当にそこを決めて、うん、ここの桜のところがいいなって決めたら、そこの桜はたとえ温暖とかなんかそういうのであったとしても、私がそう決めた日まで持ってくれそうな気がします。うん、多分そうだ、うん、この日まで持ってって言ったら桜は持ちそうな気がします、うんうん、なんかそんな気がしてくるよね、うん、ね、そうそうそう、うん、そういうのはできそうな気がする、うん、うん、いやすごかった。いや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 、だからどうなのかな、まあ、夜だしこういう話でもいいのかなって、普段のね、あのはっちゃけて元気な私しか見てない人からすると、うん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 、はい、でももう一面があるからそっちがあるっていうところで、うん、面両方持っていての私なんで、うん、だから中央の真ん中が好きなんです。あのどっちに触れてもすごいっていうことですよ。そうね、そうね、確かに確かに、そう、まあ、基本はだから人っていうのは人生を生き抜くたくましさで生きていければ何でもできる、何でもできる、本当にそう思う、うん、あの本当にみんな勇気をもらえる、うん、うん、そう、そこが感じてもらえるんだったら話した甲斐があるなと思って、うん、これがね、例
えば私、まあ、かっちゃんのも聞いてて思ったりとかしたんだけど、かっちゃんとか講演家じゃないですか、うん、そうだね。だから多分この話をするにしてももっと抑揚をつけてもっとドラマチックに多分話せるんですよ、うんうん、でも私ってそういう話し方はできないから、うんうん、もうだからモノログな感じなんですよ。いやめっちゃドキュメンタリーだった。とつとつととつとつと淡々と喋るみたいな、うんうん、事実だけをこう淡々とね、淡々と、そうですね、ドキュメンタリー映画のように。あー確かに。だからモノクロのねイメージだったんです、うん、なんか今回話すあれは過去のことだし、うん、でモノログだしと思って、はい、アイキャッチ作ったのがその色の、うん、そんな感じだったんです。いやーでもフライヤーのさ、あの、うん、写真も使ったフライヤーすごい素敵でしたね。ありがとうございます、うん、あんなちょっとはっちゃけた頭とかねウィッグつけてる割にはモノクロにするとあれ落ち着いた写真になる、うん、素敵でした。ありがとうございます。あマリエさん、マリエさんも桜愛してて、あそうなんですね、はい、地獄から這い上がる、そうねフェニックスね確かにフェニックス、うん、不死鳥ね確かに、うん、炎の部分も持ってるし水の部分も持ってるから、うん、両輪で私回してるから、うんうん、だから炎の部分で悪い方に火がつかないようにするだけですね、うん、いや本当に多分そういう意味では人を焼き尽くすこともできちゃうかもしれないから、うんうん、だからそこを水で消していきながら生きてる感じですね。そうか、うん、私もウィッグをつけて頑張りますってトモさん面白い、うん、面白いですね、面白いですね、テレサーさんのお話。そうですね、言葉感情は本当に本当に、だから人を傷つけるって言葉って傷つけるの簡単なんで、うん、言葉は選ばないといけない、うん、だよね、そこまで、うん、そこまで強いものがあるっていうのを知ってる人ってやっぱり、うん、なかなかどうなんでしょう、普通に生きてたら絶対知らないよね。そうですね、普通に生きてたらそんな言葉使う必要もないし、うん、幸せに、うん、愛情たっぷりで育てられてたらそんな世界も理解できないと思うし、うん、言葉の種類としても思いつかないんじゃないかなと思うんですよ、うん、うん、多分綺麗すぎる状態で生きてれば、稀にいるんですけどね、そういう人と出会うことが、うん、なんかね、どんな言葉なのかどんどん興味がこう湧いていくんだけれどもあでも聞いちゃいけないなっていうその思いもあって、うん、ああダメダメダメ、うん、それ聞くとちょっと呪いの言葉に近いから、うん、なるほど、うん、聞かない方がいいですね、うん、吐く私の方も大変だし、そうだから、あのそういう言葉はもう封印するっていう状態で生きてるから、天国言葉っていうんですか、綺麗な言葉でみんなが元気になる、うん、いい言葉ばっかりをちゃんと選んで喋るっていう形、うん、はい、っていうことはそういうなんか残念すぎる言葉を吐くような人、はい、つまり父親に似てるような人とはなるべく触れ合わないようにするっていう危険察知能力ですね、触れ合うと吐いてしまうから多分、そうか、うん、だからそこはね上手に避けながら生きてますよ、うんうん、そういうセンサーとアンテナもある、うんうん、教師だったけど逆に父がいたことで、うん、私はそういう能力を身につけることができて、はい、まあ、おかげさまでそういう変な人が寄ってくるっていうことを防ぐこともできてるのかもしれない。そっか、うん、そこは感謝しないといけないかもしれないですね、うん、感謝と言っていいのか分からんけど、よくないけど一応そういう部分で私がこういう人生を今生きていることができるのはひどすぎたその人のおかげさまっていうところもあるので、うんうん、本当に消化したんだねそこはね。じゃ あそうだと思います。で、うん、だからあの勘が働くからこの人なんかちょっとおかしいっていう人をなるべくスルーすることができる能力があるのも、うん、その子供の時に植え付けられたあれだと思いますよ、危険察知能力、うん、いやその話もすごかったな、10時間を5時間にするっていうところのあたりは。そうなんですよ、うん、何か口答えっていうか言い返すと5倍10倍になって返ってくるんで、うん、なんでそんなにいっぱい言うことあるのか全然わかんない、うん、早く終わらせたいと思うと何も言わないことっていうのを気づいたんで、うんうん、何も言わないって思う、うん、
うん、そうそう、それをね、聞きながら思っていたのは、うん、小説の中の世界のように感じた。あ、確かにこの話ってそのまま小説で、実は小説よりいきなりっていう言葉があるぐらい、うんうんうん、なかなか思いつく話じゃないからね、おかしいし、うんうん、その10時間と5時間のシチュエーションだけで一冊本ができるよなっていうふうに。確かに、確かに、うん、あれは拷問に近い。だっておかしいですよ、母、私、弟で3人並ばせられて正座させられてずっと喋るんですよ、うん、おかしくないですか、頭おかしいですよね、うん、よくそんだけ言いたいことがあるな。しかもすっごい怒鳴り声です。だから近所の人とかはまた始まったって多分思ってるはずです、うんうん、そっか。でもそれが繰り返されるとやっぱりさ、なんか客観的に俯瞰して上から見るような冷たい目になっていくよね。だってそれが自分をその防御することだもんね。あ、そうです。だから感情の領域で同じ領域に立っちゃうと、うん、もうドロドロしたものが湧き出すぎて大変なことになっちゃうから、うんうんうん、ちょっとやっぱ上に立って俯瞰してみて、うん、冷たい目線で見るしかないって感じだから、それがだからもう小学生のうちにそれができたっていうのはさ、うん、多分だからそこなのかな。僕が、あ、この人達観してるなっていうふうに思ったのはそうなんですよ。だから子供にしては子供らしさが全然ない子供だったと思いますよ、うん、うん、大人の嘘が見えるっていう。あー、すごいな、うん、だから、なんとかちゃんなんとかだねって言ってるおばちゃんの後ろの言葉で、そんなこと思ってないよねっておばちゃんと、あ、本気でこの人は本当に可愛いと思ってるし、この子をどうにかしたいって助けてあげたいと思ってるなっていう、うん、誠意がその言葉の背景からちゃんと見える感じ、うん、だからなんとなくわかる、うん、適当に言ってるよねこの人とかっていうのは、うん、声のトーンとかでわかる、うん、そうだね、うん、そこの能力は発達しましたね。そっか、うん、いや、なんか話をしていると尽きないねそうですね、皆さんで、ね、うん、夜遅くに聞いてもらって、うん、もうなんかカフェでお茶をしているかのような感じでなんかこう二人でお話をしているっていう、ね、うん、ね、そうですね。真由美さんも自分とも距離感を取らないと。そうね、ああ、そういうことか、うん、そうそうそう、自分とも、だから自分の中に入りすぎちゃうと、うん、うん、そう、その中に渦に巻き込まれちゃうから、自分ちょっと引いた自分作っとかないといけないから。なるほど。だから多分なんですけど、私はいろんな服着たりいろんなことして何してって、うん、全部顔が違うのは、うんうん、俯瞰した自分で自分に命令してやってもらってるだけなんで、だから恥ずかしさとかあんまりないんですよね、うんうんうん、そこはその状態、これはこっちの状態っていうのも、うん、中に入りすぎてないから逆にできる感じ。なるほど、うん、なんですよね、うん、と思います。だからその時にはその人になれるし、この時にはこの人になれるっていうのは、うん、引いた目で見ているもう一人の自分がいつもいる、うんうん、指示をして演出をしているが、そのキャラクターをね。そうです、だから総合プロデューサーみたいな感じ、うんうんうん、じゃあそれが嘘なんですかって言ったら全て本当の姿。いや、真実だよ ね、 ね、 そう、うん、そこをコントロールしてるっていう、もう一人の自分もいるのもまた真実、うん、だって自分の意思でやってることだからさ、うん、あ、そうなんですよ、ね、そうなんですよ。だからそういうちょっと別に分裂症とかっていうわけじゃないんですけど、そういう状態にするのもできたのも、うん、やっぱりその前半期の生き方と後半期の生き方に分かれて、うん、そういう生活があったから、うん、多分そういう俯瞰してみる自分みたいなのもできたんだろうなって思っていて、そうですよね。だから自分を商品としてその演出もできるし、ブランディングできるし、コントロールできるしっていうところ。そうですね、うん、うん、そうなんです。だからやるって決めたことをやるのも、やるって決めた自分がそこにいるから、それをやるっていうだけだから、うんうん、感情があるようなないような、うん、なんか最終的にかっこいいな、たくましくって、うん、タフ、かっこいい、タフでかっこいい、タフです、うん、高橋貴子はタフでかっこいいぞっていうところで締めますか。締めましょうか、はい、うん、真由美さんもね、幼少期そういう距離感を持っていた時期があり、まあ、一面ずつなんかね、自分の姿にもしかしたら重ねて聞いてる人もいてくれたかもしれないですね、うんうん、でもそんなタフで達観してるじゃん、タカコっていうことで締めに入っていたね、はい、ね、いや
ました。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。金月さんもね、こういう機会いただいて、はい、ありがとうございます。いや、すごくなんか、なんて言ったらいいのか分かりませんけど、うん、あの、ずしっと来たし、うんうん、やっぱりタフで、高橋孝子はかっこいいっていう、なんか、この締めが一番今日は合っているなというふうに思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。一並びの日に、はい、皆さんもね、遅くまでお付き合いいただいてありがとうございます。はい、うん。うんうん、ね。いい感じに終わりましたね。いい感じに終わりましたかね。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ皆さんもどうぞお休みなさってください。はい、おやすみなさい。はい。はい。じゃあ皆さんありがとうございました。ありがとうございました。はい。失礼します。エンドルームします。はい。